歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。9月の末っていう形になってきて、そうするとあと残りが10、11、12って、あと3ヶ月すると1年が終わっちゃうなんていうふうに考えると、ほんと1年は早いなって。まあとはいえ、まあ前を向いてね、やっぱり一つずつね、できることからやっていくっていうのがまあ大事なことで、これは、何をするにしてもやっぱり大事なことだと思います。でみんなね、自分のやることっていうのを、地に足つけてやっていくっていうことをいろんなことで大事かなと。まあ僕の方で言えば、しっかりと感染管理対策をした上で診療を行っていく。それによって、皆さんが歯医者で、そういった感染が起こるなんてことがないように、頑張っていくと。まあそうは言っても、それでもそういったことが起こる可能性はやっぱりゼロではありませんが、それを限りなくゼロに持っていくために、僕たちはやっぱり医療関係者としてね、頑張っていく。医療機関での感染というのはなるべくならね、避けたいですよね。さて、じゃあその感染という部分に関してなんですが、こういったニュースの中で飛沫感染っていう言葉をね、よく聞くことになって、以前よりも詳しくなってきたんじゃないかと思います。まだまだ小さいうちっていうのは、お母さんの抱っこ、膝の上、こういった部分はやっぱり多いですよね。そうするとお母さんとの顔の距離感っていうのは非常に近いね。こういった中で、お母さんの口の中の病原菌、歯周病の病原菌とかね、虫歯の病原菌とか、常在菌って言われる病原菌っていうものは、基本的に小さい子供、生まれたての子供はそもそもは口の中は持ってないんです。でだんだんとね、歯が生えてきて、そして、お母さんから基本的にはそこから感染していくと、そういう病原菌の DNA とか調べるような形にすると、お子さんのその病原菌のその性質というかね、そういったものは基本的にお母さんのものと一致しているようなケースが多いと。ですからお母さんからの影響非常に強いんだよということ、そのどんな病原菌がどんな状態で移ったかによって、お子さんが将来的に虫歯になりやすいような口の中なのか、それとも虫歯になりにくいような口の中なのかなんていう違い、こういったものが生まれたりもするということも覚えておいてください。お子さんの将来のためにも、お母さんが口の中をきれいにして整えておくということはとても大事です。お子さんがお口の中の病原菌が定着してくる時期、具体的に言うと、19ヶ月から31ヶ月、いつだよって感じになるんで、まあ1歳半頃から2歳半頃っていう形ね、この辺が、一番そのこう定着っていうものが起こってくる時期になるので、この辺で、お口の中が、きれいな状態を保てるように、特にそれは気をつけるようにしていってください。お子さんの口の手入れもそうですし、お母さんもしくはお父さんのその身近な人の口の中がこの時期にちゃんときれいになってるか、まあこの時期になって始めてもしょうがないんでね、この時期までに、1歳半頃までに口の中をきれいな状態に持っていけてるかっていうことになると、少なくともそれよりも何ヶ月か前には少なくとも虫歯の治療とかを開始とく必要もあったりするんだよっていうことを考えれば、早いうちに、口の中はきれいにしときましょう。1歳半ばから2歳半ばぐらい、ここら辺でお子さんの口の中、将来虫歯になりやすい口になるのかそうじゃないのかっていう違いが周りの大人の影響で変わってくる。その辺もよく覚えておきましょう。それでは今日はこの辺で失礼します。